病院の働き方改革。8今回の特集は、小学校における研究授業にまつわる事務作業の軽減です。研究授業は、授業の質を高める上で大変大切な機会です。研究授業をやっても、見ても大変有意義であり、それが授業改善につながって、児童のためになります。ところが、研究授業を行うためには、 大変時間のかかる事務作業が待ち受けており、それが教員にとって重荷になっているのです。そこで、一つ一つの問題点を挙げ、その対策を考えてみました。1。指導案が詳しすぎる。研究授業だから、学校で揃えるものだからということで、指導案の形式が細かすぎます。指導官、教材官、実態調査などに加え、 学校の研究のテーマや狙い。定、中、高学年別のテーマなどを書くことが多すぎるのです。指導案が生きて働くのは、次にその授業をした時です。教師がどんな発問、指示をし、どんな資料を用意したら、児童がどんな反応をするかが大切だと思うのです。そこで、学校の研究のテーマや狙い。定、中、 高学年別のテーマは研究推進部で作成したもので終わりにしたいです。実態調査はしたとしても指導案には載せません。指導案は教師の発問指示、予想される児童の反応、資料があれば十分です。2指導案等の形式が厳しく指示される。フォントや行数、文字の大きさまで指定されます。 全てきれいに揃えたくなるのが教員です。しかし、中身が大事なのですから、指導案作成の過程で、それが崩れても一向に差し支えないはずです。そこで、研究推進部でひな形は出しますが、それにこだわらないようにしたいです。フォントや行数、文字の大きさが変わったとしても直しません。3. 上の人に直される。 指導案を作成すると、いわゆる上の人に見てもらいます。表記は、東京都から発行されている表記弁談をもとに、直されます。よく問題になるのは、子供か、子供、天下、コンマ等です。どちらでも指導案の主張とは関係ありません。上の人はいちいち確かめなければならないし、提出者はいちいち直さなければなりません。 これこそが業務の時間を増やしている原因です。日本語として正しければ直す必要がないと思います。4. 研究業応作成に時間がかかりすぎる。研究授業が終わったらそれっきりとならないように、教員は実践記録や研究の成果を研究業にまとめてきました。そうした教員の熱い思いが込められた研究機応作りには、 多くの教員の努力や業務が必要です。しかし、研究機応づくりは、本来学校の仕事ではありません。作らなくて良いのです。指導案は、今後の活用のために、学校の PC の共有フォルダーに保存しておいて、必要な人が取り出せば良いのです。研究の成果は、冊子でなく、学校のホームページに入れれば良いのです。 指導案検討に選科教員が参加している。文化会には選科の教員がメンバーに入っていると思います。一緒に入れなければ失礼だと考える教員や何か手伝えることはないかと積極的に関わろうとする選科の教員もいます。しかし、音楽や図工の選科教員が例えば算数の指導案検討をするよりは、 専科教員しかできないことをその時間にやってもらう方がお互いに良いのではないでしょうか。校内研究にも柔軟な考え方が求められていると思うのです。6.20の指導案検討。分科会で話し合った上に、研究推進部でも検討するというような時間のかかる方法をとっている学校があります。 研究推進部員が事前に内容を知っている方が良いとの配慮です。しかし、また同じような説明を繰り返し、仮にそこで大幅な直しが入ると、また検討会をしなくてはいけなくなります。指導案検討は、定、中、高、学年別の分科会で十分です。